男子の優勝チームの話からいきましょうか。秋田県の城南中学校さんですね、おめでとうございます。わっ、ボリボリアップゆうと渡辺、今回は2つのテーマでお送りしたいと思います。1つは三が日にお送りしたお正月プレゼント企画の当選発表について、そしてもう1つは先日記念すべき第1回が開催されたジュニアウインターカップについての感想。お正月プレゼント企画応募ありがとうございました。50名を超える方からですね応募がありまして、ルーレットアプリの方で抽選させていただきました。ちなみにですね、一番人気がなかったのは天皇杯皇后杯のクリアファイルですね。2名だけの応募でしたので2名様とも当選です一番人気だったのはなんとですねマスクでした。全体の 46% もの方がですね応募されました。当選された5名の方はこちら、おめでとうございます。1年に1回ですかね、このプレゼント企画やろうと思ってますので、来年もですねお楽しみにしてみてください。感想の方もいっぱいいただきまして本当にありがとうございました。金子先生のような指導者目線の動画楽しいですっていう方だったり、いつも欠かさず見ています、北海道にスクールで来てもらう企画があればお願いします、ちなみに私はミニバスの指導者をしていますという方、この実践ありますけど、ぜひですね落ち着いた頃には伺わせていただけたらなと思います。全国各地また巡ることができたらなと思っております。では2つ目のテーマ、ジュニアウインターカップについて。いやー、まずこの時世の中大会に関わった全ての皆さん本当にご苦労様でした。今育成年代のコーチの現場が多いので、コーチの一人として感想をですね話させていただきたいなと思います。男子の優勝チームの話からいきましょうか。秋田県の城南中学校さんですね、おめでとうございます。2人のオールラウンダー選手を筆頭にですね素晴らしい試合運びでしたね。一つ魅力をピックアップするならばターンオーバーの少なさですね。1回戦から全ての試合見てみましたけども、例えばボールのもらい方であったりパスの仕方であったりとか、今のプレートラベリング気味じゃないっていうプレーが一切なかったかなと思います。秋田県チームの話を追加するならば、もりもりですねどこの都道府県のチーム見るのおすすめですか、小中学生だったり保護者さんに言われた時には秋田県チームをまずはおすすめしますね。というのも、例えば昨年のウインターカップ秋田県予選決勝について能代工業対秋田西高校の試合見た方いらっしゃいますか。素晴らしかった点1つはターンオーバーの少なさですね。トラベリングとダブルドリブル両チームゼロだったんですよ。今回のジュニアウインターカップ決勝に関しても城南中学校の前半のターンオーバーゼロでしたね。バスケットに大切なのはですねターンオーバーしない、ミスしないっていう点がですね読み取れる言えるチームだと思います。派手なかっこいいプレーというよりも、そういうしっかりとしたミスをしないっていうプレーは小中学生ぜひ参考にしてほしいなと思っております。決勝に進出して第2位となったのがエネルギーインフィニティさんですね。この無限ノーリミットさんですね、もりもり部屋もですね約3年前にクリニック訪問させていただきました。その無限さんで感じた素晴らしかったこと1つは、選手とコーチの皆さんのエネルギッシュさ、これですね。今回栃木県代表だったチームさんも無限さんと同じグループでしたよね。これからも非常に楽しみなチームさんです。これはモリモリがスクールでも非常に大切にしていることなんですけども、誰かが倒れた時仲間相手関わらず手を差し伸べて起こし上げてあげる姿勢、この起こし上げ非常に多く見られたのが素晴らしいなって感じましたね。まさにフェアプレーですよね。高校のウインターカップでは常に見られるプレーでしたけども、中学のカテゴリーでもいっぱい見られたっていうことはですね本当に素晴らしいなと思いました。4つ目の話ですね、ちょっと残念ですけども怪我の話ですね。例えば決勝戦ですね、男女とも足をつってしまう選手いましたよね。モリモリ調べによると初日21試合全て見たところ5名以上もですね怪我でベンチに下がるシーンってあったんですよ。育成年代って体づくりすごく大事だと思っていまして、怪我の予防だったり怪我のケア、これってね非常に大切だと思うんですよ。願わくはですけども各チームに1人はトレーナーの方っていらっしゃったらなと思うんですよ。やはり男女の選手ともプロになれるかどうか関わらず長くプレーできるように怪我の予防ケア、これしっかりしていきたいですね。今回ですね1月4日から試合やって、あとはこの時勢ということで練習ができたかどうか、あとは体の調整ってすごく難しかったと思うんですけども、怪我の少ない育成年代の試合を臨みます。技術面に触れましょうか。チャンネルで何回も発信しているようにツーハンドではなくてワンハンドを必ず推奨しています。選手全員がワンハンドの女子チームさんはあまりいませんでしたね。あまりというのも全員ワンハンドのシュートで打ってたチームもあります。それはですね岩手県の TUB さんですね。大会が終わって TUB の川田コーチにですね連絡を取って聞いてみました。女子選手のシュートについては小学生からワンハンドをしっかり指導されているようです。試合を拝見するとワンハンドのシュートだけではなくて発展したフローターシュートもね魅力的に打つ選手もいました。モリモリもとても勉強になりました。選手の成長をより大きくするっていう意味で女子選手のワンハンドシュートについてはやはりおすすめです。ということで感想でした。ちょっと偉そうなことを言ってたら申し訳ございませんが、2021年も雄太渡辺選手のようにハッスルしてバスケットボールを楽しんでいきましょう。ごっつぁんです。メンフィス・グリズリーズですけども、今トロント・ラプターズですね。いやー、カリー選手へのブロック、しびれましたね。